どうもこんにちは、ガリです。今回ですけども、朝昼晩の美女飯生活というのをやってみようかなと思います。やっぱりご飯って、美味しいんですよ。でも誰と食べるかによってやっぱね、変わったりもするじゃないですか。そんな中で美女と食べるご飯っていうのは最上級の美味しさなんじゃないかっていう、僕は思いまして、今回朝昼晩とそれぞれ違う美女とご飯を食べていこうかなと思ってます。本当はこれね、1週間やろうかと思ってたんですけど、ちょっとスケジュール的にもきつそうだったのと、あと想像以上になかなかのこうタレントが揃っちゃったんで、これ7人はちょっと厳しいなってことで朝昼晩にしました。で、今回は昼の部です。早速ね、待ち合わせしてるのでそっち向かいたいと思うんですけど、ワクワクしますね、やっぱりこれご褒美みたいなもんですからね。美味しいものを食べながら隣には美女がいるっていう、一番幸せなあれやもんな。結局そこなんやな食事やもんな。あとなんていうか、可愛い子とか綺麗な子が美味しそうに食べてるのを見るのって幸せやん。それだけでなんか良かったりするやん。ニコニコ笑って美味しそうに食べるのが嬉しいみたいな、そういう感覚をね、ちょっとみんなに持ってもらおうかなっていう。僕の視聴者の人やっぱ男性多いと思うんで、これやっぱもう望んでるんですよね、視聴者のみんなが一体どんな美女が出てくるのかっていうのも気になるわけ。しかもさっきので結構ハードル上がったもんな。1週間やけど、タレントが揃いすぎて、3つになったってだけやからな、本当は7人で構成しようと思ってたんやけど、ただ豪華になりすぎて、さすがにもうこれ1本にするのはおかしいってなったんや。その7人にそのオファーかけたら全員ほぼ OK が出てしまって、もうこれおかしいってなったわけだから、今回お断りした人もいるぐらいなんで、あと俺のスケジュール的にもきつかったんですよ。で、実はこれすごい裏話なんですけど、もう夜の部取ってあるんですよ。なんなら夜の部がすごすぎて想像以上に取れ高があって、これ7日分続けるのちょっときついなってもあったんですよね。だから時系列で言うと昼夜朝で流れます。朝最後です。一体こうどんな人が現れるのか一緒に楽しまれたらなと思います。おそらくサムネにも載せないと思うんで、名前も多分書かないと思うんで、どんな人だか出てくるんだろうっていうね。でもなんか普通だったら多分サムネタイトルにも載せていいようなレベルなんでね、でもそこはあえて載せてないんで、やっぱそういうワクワク楽しまれたらなっていうふうに思います。では、美女が待ってる目的地までドキドキ。はい、店舗来ました。じゃあ行きましょう。どうも。はい、美女飯一人目はジョーチです。一人目。なんかお久しぶりって感じですね。嬉しいよ、美女として認定されたわけ。やばい、炎上する。いやね、前回ね、こう上司と取ったこともあって、それがね、ちょっと軽く炎上して、その時に100万再生いったらまだ出すみたいな言ってて、本当に見事に100万いったんですよね、3ヶ月経って。でもやっぱこういきなりこうね、上司をメインに出すっていうのはプレッシャーもあると思うし、っていうのもあって、この客ぴったりだなってことです。やばい、何のプレッシャーもなかんねんみたいな。もうこの後すごいの控えてるから、やばい、あの上司もう超前座の前座やから、もう尺パンピ混ざってて、そう尺ほぼもうワンチャンも10分とかでも大丈夫なぐらいの、もうだいぶ後詰まっとるから、もう肩の力抜いて適当に食べてもらった。あとの2人に、コメント欄でね、もう上司を見せたのかっていうね、もう上司のことをなぜか応援する一部のファンがいて言われたんですけど、プライベートで何度か俺会ってるんだよね。あ、そうだよ、なんか青汁フューズとかで会ったりとか、あとなんか何だかんだ 2,3 回ぐらい会ってるんですよ、撮影以外で。だからなんかめっちゃ久しぶりはってわけでもない。でもそんなめっちゃがっつりは話してないけど、一応もうこれからジョージ美女枠ってことで認めたくはないんですけどね。でもそう認めてるから呼んだってこと。そうあと俺の優しさない、やっぱジョージをどう生かそうかっていう、キャラチャンネルで今後もジョージを育てていこうっていう、俺の中のなめこ栽培みたいな感じなんだよ。上智という一般人をどうこうね育っていこうかっていう。でもだから本人がもうインフルエンサーとして活動する気はないんやけど、でもヒカルチャンネルは出たいっていう意思があるから、じゃあヒカルチャンネルで人気していこうっていう。やっぱこうね、自分のチャンネルで一度羽ばたいた人間を育っていくのって大事なんですよ。こういう逸材なかなか見つからんから。じゃあちょっと飯食いますか。これめっちゃ場所いいやろ。めっちゃいい。これほら、ここすごいね。これインスタで結構みんなおしゃれさんが来てるイメージ。そうここね、アリシャンから紹介してもらって、撮影 OK ということで23時間もやってて、すごいいい場所なんですよ。だからここでもう撮影は絶対しようって決めてて、そこでたまたま上智が出てたんで、イエーイじゃあ明日から海外行くやん。明日から。海外、明日からなんか1週間ぐらい海外暮らして、タイにね。で、炎上以来3ヶ月ぶりの上智なんですけど、どうやった、実際こうちょっとはこうダメージは来たん。あの動画で見てられなくて自分で見てられなくて、コメントも読んでないよね。ああ、そうなんだ。全部見てなくて、ツアーフォロー聞くから、なんかめっちゃ燃えてないみたいな。最悪のあれが入ってくる。でもなんかその自分のところに DM とかは一切来なくて、あの動画だけで燃えてるのか。見てないです。お酒を飲まさへんかったらいいってことで、あと、ジョーチの使い方分かって、こいつ主役にせずに、脇
脇役に置いとったらいいっていう、脇役としてはすごい優秀っていう気がしたから、結局あくまでもマネージャーなんやって、やっぱり名脇役、そう名脇役として今後使っていこうかなって。だからタイトルに上智って基本入ってないけどちょっと出てるみたいな、なんかもうレプレゼンティブ千葉にはみたいな感じ、 あの感じの使い方として上智めっちゃいけなと思って。確かに場を明るくするやん、常に笑顔やからさ、無駄にさ。夏忙しかった、忙しかった。アイドルの方が、あアイドルの方どうだ、あ確かに、あのルルネージュ順調なんすごい、え名前まだ覚えてるルルネージュどうなん、あいつらルルネージュは順調、新メンバー入ってめっちゃ可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、エースか、エース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 来た、エースおったんじゃない、エース。でもなんか結構周りからもめっちゃ可愛いね、へぇ、子が入って、マジで、ちょ見せよ見せよ、え、その子が入った理由として、なんかその子のお母さんとかが職場だったじゃん、おー、あれを知ってて、なんかいいんじゃないみたいな、娘を、それで後押しして、それはもう極まる俺のおかげや、確かに極まる俺の功績やな、はい、ちょっと一回チェックする、ほんまにそのどうなのか、女の子の可愛い結局当てならんから、俺がちょっとチェックする、マジで、すごいレベル入ったな、私が。まあ、加工されたのか分からんだけど、でも明らかになんかアイドルっぽくないよな、可愛いよね、いやこれレベル高いな、確かに急にこのレベル入ってくるんじゃん、三岡舞香ちゃんです、はい、こんな感じです。 B にも結構ね、おおでも確かにめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、ルルネージュにはもったいない、そうよ、やめる、俺もだからこうルルネージュはやめた方がいいと思うやばい、別のアイドル行ったもん、やばいこと言ってる、うん、乃木坂とか行った、どう、さらっとやばいこと言ってる、もうすでに人気出始めとる、人気、だからいいねめっちゃ多かったよ、めちゃくちゃ人気、顔が強いってすごいわ、ちょっと俺もルルネージ取り上げたくなったもん、もう一回、うん、なんか俺ルルネージで歌うまいなって言ってたこと、俺が取り上げた瞬間すぐやめたから、そう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 、前まで結構私とも一人のプロデューサーとかでやったけど、うん、最近なんかスタッフが入って、なんか任せれることが多くなって、なんか私の仕事も減った減って自由な、必要なかったです、うん、あんまりもう宣伝宣伝、ね、時間ができた、自分も、だからタイ、あ遊びに、でもなんか自由に生きてそうやもんな、上智は、でもまだめっちゃ若いよ、22って若すぎるよ、ないよ、だって大学行っとったくらいやからな、今まで行っとくかもしれない、年齢したし、でも別に卒業する人があんまないやろ、就職する気はないけど卒業したい、うん、最終就職先に俺が残っとるしな、迷惑役、そうそう迷惑役としてのルート一応残されとるから、ただやっぱこうミリオン取らへんだったら終わりやけど、今回の動画は間違いなくいくから大丈夫、もうだって上智おまけやから、もうなんなら切られると全員こうすっ飛ばしてくれてもいいから次すごい人も控えとうから、でも最初にさ私が出たらその離脱率めっちゃ上がんない、いやいや、やっぱこうみんな期待しとるからこう後に控えとる大物に期待しとるから、こんな小物から始まって、そう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 、全然だってちょうどいいわけ、いやなんかさ次ね出る人聞いたけどやばい、いやだっておかしいって、やばい、うん、やばいやばい、一生動画に並んどことおかしいから、恥ずかしい、うん、そう、もはや失礼なんじゃないかっていうやばい、そうでもまあこういう企画なんでね、ありがたいです、やっぱ情緒求める人もやっぱ何人かおるわけ、そう、こんだけ炎上して見捨てるのはかわいそうだって意見がこういう後から増えてきたわけ、最初炎上して情緒うるさいっていう声がバーン来たわけ、でも徐々にそのコメント欄を見た視聴者がちょっとかわいそうになってきてるから後で、で、ちょっとこう同情コメントが増えていったっていうのもあって、さすがにみたいな、さすがにみたいな、今日まあ100万再生いったわけも、まあ、行ったね、なんだか結局行ったね、結局あんな弱い曲で行ったね、いや俺ほんまはもっと強い曲あったんやけど、まあ、正直上智っていう勢いにこうかまけたとこあって、今後はちょっともっと上智を生かしていこうっていう気持ちは正直あるんで、彼女のいい部分をね俺は見せていきますよ、実際なんで正直上智って俺からしたらなかなか見つけようと見つかる、この素材こいつだって俺どんなタメ口使ってるの何の遠慮も何の遠慮もせずにさ、そういうラフになんか絡める女性ってやっぱ少ないです、いやすごい、いないの天性だと思うね、これってやっぱ普通ってこうちょっとなんかこう距離作るやん、俺に対して距離作らへんやん、ブイッって伸びて、だからそのテンチムとかそっちっていうタイプやろ、うん、もうその、いやでも上智のライバルがもう出てきとって金子っていう、ああ、はいはい、上智枠みたいなのが出てきてしまって、もう今金子ブーム来たから上智もう終わったの、金子さん、うん、金子が若いわね、さらに一回しか出てないけど金子の人気すごいから、もう上智はもう結構終わりつつあるんやけど、えやばいやばい、僕からも挽回やな、いやでもね脇役なんで、うん、まあ、脇役としては脇役何人いてもいいんだよ、確かに確かにえすごいですか、おおすごい、かわいい、ありがとうございます、すごい、パイナップルとラズベリーですか、こちらそうでございます、ベリーベースのモクテル、バズってますね、バズってますバズってますね、けどまあまあ映えてますね、すごい、海苔乗っとるで、海苔が海苔乗ってる、味付け海苔の、これ穴開いた場合、なんか韓国海苔みたいな、いただきます、いただきます、おお、おしゃれな、来るな、ありがとうございます、ありがとうございます、マダイの来るでございます、マダイすかこれ、マダイでございます、どこにマダイいるんですかこれ、薄い、ほんまめっちゃ、しのめちゃくちゃいるんだけど、めっちゃ潜っとるな、マダイが、一緒食べるか、いただきます、いただきます、
あ、うまパイナップルジュース。あ、やっぱこのさ、BGM もさ、おしゃれやし、この景色がやっぱいいから。晴れててよかった。すごいいいな、これ。チルしたくなる。チルしたくなるから、これがチルなんかもしれない。もはや。どうなんこれ、チル。チルって何？キタル君的チルは。チルだから休む、休むってことやろ。リラックスする。だから調子乗って休むってことやろ。だから若者が調子乗って休む。私じゃん。そうそうそう。調子乗って休む。常にチルしてる。大学生活ずっとチルやん。チル状態。そう。チル状態。いただきます。いただきます。おしゃれやな。おいしい。タイをこんな潜らせんなよ。うまっ。左利きなんだね。今から？え？俺のこと何も知ってないな。マジで。小食だけ知ってる。左利きって頭いい人多いっていう。まあそう。情緒比べたら頭いい。それ分かるやろ。喋っとって分かるやろ。確かに。知能の差っていうか、地頭の良さの差がすごいやん。いや、私も結構喋る。いや、でも喋るけど、やっぱこう、バカやん。顔に出とるやん、バカで。おいしい。うまい。でも上智はさ、友達におったらいい人ランキング1位よ、なんか。やった、うん、でもそれ以上にはなれへんねん。もう友達止まりやん。1位なのそう、そうそう、友達としてはめっちゃいいんやけど、確かに友達から恋愛に発展すること一回もないかも、うん、そういうポジションやん。上智みたいな友達おったら多分女の子めっちゃ嬉しいと思うよな。あ、でも女、まあもちろん男もそうやけど、そう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 、どこでも楽しそうやん。天真爛漫っていうかさ、なんかほんまにこうめっちゃ暑い時に沖縄行ってもなんかずっと笑ってそうじゃない。え、笑わないの？いや、俺は笑わんな。俺は帰るから。熱くて、うん、でも俺さ、ジョージがすごいなと思ったこと一個あって、プライベートで動画撮るようになってから、青汁フィルツの時にインフルエンサー飲み会みたいなのジョージ持ったわけで、その時に10人、20人、もっと20人くらいおったんかな、ワイワイ騒いとるやんか。その時にやっぱこう、そういう場所って絶対こう端っこの方で誰にも声かけられへんやつとかおったりするやん。はいはいはい、にこうジョージはこう、あえてそこにこう声かけに行って。何それ、単独で、うん、っていうの見て、まあ、こいつやっぱ酔っ払ってたから分からんのかな。そういうこいつすごいとかね。だからその気が利くというか、いや、まあ、おたさんの姫みたいな動きする。それで多分オタク取り込もうとしてたマジで。多分本能的にこいつおたさんの姫みたいな特殊すぎるからって、大学でもなんかこう影のことイケてない感じのやつに声をかけるっていう能力持っとる。それで多分自分の派閥増やしていってる。え、ガチ無意識本当に。でもそれってすごいことやん。すごいですね。それできんやん、なかなか。その場で言おうとするもんね、普通は。そう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 、あえてその盛り上がってないと盛り上げる能力。ヒカル君は誰にも話しかけない。誰にも話しかけないね。基本話しかけられるもんね、だって絶対。まあ、そうそうそう、端っこにいるし、いつも。あといつもダウン着てる。真夏でもダウン着てるよ。ダウン問題出た。真夏に朝ラーメン行った時に半ズボンでサンダルでダウンしか上。あれ何なの、何回も聞いてるけど、ダウン、うるさいみたいな。でダウンの良さが分かってない人に伝えたいっていう気持ちもあるし、会話を上げとる。あ、会話を、うん、だからそのツッコミどころあれね。ツッコミどころだから、そう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 、喋ることないやろなと思うから。多分なかなか。あ、それそうなの。だからみんなが喋る企画を話題提供、話題提供で俺やってあげとくから、めっちゃ優しいじゃん。あとやっぱユニクロのウルトラライトダウンが良すぎんねん。あれ、あれ夏に着てると初めて見た。なんか俺、例えばこういう T シャツで行くやんか、ポケットないやん、ダウンにあるから。そうそう、なくしてもうなくしてもらうの嫌やから。だからダウン、ちょっと寒くもなるし、ね、あと暑くて体調崩すことないやん。寒くて体調崩すことあるやん。やっぱこう体調管理大事やから、やっぱこう風邪とか行きたくないし。見たことないのよ。プロ意識や、プロ、プロ意識や。そういうこと。だからこうジョージみたいにヘラ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 フラフラ遊んでるやつにはプロ意識って多分ないと思うけど、やっぱアーティストの人もさ、辛いもん食べへんとかってあるやん。あ、カレー食べへんとか同じでさ、お腹冷やさんっていう第一線で活躍する、一番大事なこと、健康を維持することやから。やっと謎が解決、ずっと聞いてんのに答えてくるんだから。まあでもそんな考えたら分かるけどな。分かんないよ。でも多分それすら突っ込めないでしょ、ほとんどの女の子は。多分聞かれるで、なんでダウン着てるんですかって。男にも女にも。でもそれはもうその子が話すチャンスを与えてあげとるだけやから。ギブアンドテイクじゃないからね。ギブアンドテイク。話すのめっちゃ下手じゃない、わざわざ。そんなんなくてもさ。俺は話せるで。俺は話せるんだけど、向こうは話しかけづらいから。そう。配慮なんや、結局。確かに。うわ、ノリが落ちた。やっぱノリ行こうとしたら、何やったって。これ結局何やったんや。耳じゃない。これちなみに竹炭とクラークっていうウイスキーを使ってて。そうなんですか。イメージさせていただいたんですか。ああ、なるほど。ああ、キンクラーツートなんで。なるほど。最悪じゃん、海苔とか言ってちょっと落としちゃったんであれだったんですけど、ありがとうございました。なんか作ります。いや、大丈夫です、本当にありがとうございます。分かってます。脱出したなかったね。分かっとるわ。いや、ここの店員さんほんまにセンスめっちゃすごい。サービス精神っていうか、こんなとこあったんやなと思って。のどかで撮影しやすくて許可取れて、こういうとこ基本無理やん。失礼、めっちゃ今の子。そう、上智もさ、やっぱこうタワマンの上ラインに住みたいとかある。住んだよ。私エレベーターめっちゃ嫌いなの。下に住みたいじゃん。うん、低層マンションがいい。分かるわ、俺も低層マンション派。でもゴキブリ芸だから。あ
あー、ガスルバンが出てる。でもゴキブリはゴキブリ業者だったらどんな会にも出るんだろう。えマジで。え、呼んでる。俺呼んだ、俺一回その、俺のマンションって結構高級やんな、どう考えても。どう考えてもそうやん。そうやろ、高級マンションって出にくそうやん。でもやっぱ出るわけよ、自然が多いから俺のマンションの周りで。一回出たわけで、俺はもう衝撃的でゴキブリ業者呼んだんやそしたらゴキブリ業者ってゴキブリを退治してくれる、プラス今後ゴキブリが出えへんようにもしてくれる。でゴキブリが入ってくる侵入経路を全部塞いでくれる。え、めっちゃ高い業者。5万ぐらい。安っ。そう、それでもう一生出ないんですよ。そう、俺出てない、一回も出てない。めちゃくちゃいいじゃん。そう、だからやった方がいい。業者呼んで粘土とかで穴塞いでくれたりとかしてるじゃない。でゴキブリがどっから入ったかとかも全部見つけれるわけ。ゴキブリのフンとかをライトで照らして見てそう、あ、ここから入ってますね、じゃあここ塞ぎましょうとか、排水ところらへんが若干隙間できとったらそこを粘土で埋めればもう入ってこれるとか、全部塞ぐからありとあらゆる侵入経路。それがめちゃくちゃ理想。いや、それをやったら、そうだからマンション借りてすぐやることはゴキブリ業者呼んで穴塞ぎ交代、これ絶対やった方がいいと思う。これもめっちゃ嫌やから、それやったらもう安心安全。マジで一回も出てないのあれからな。え、ゴキブリさ退治できる、逃げる、じゃ逃げるんだけど、まあ俺は人を呼ぶ。あ、私も一緒、うん、自分に退治したことは過去にない。俺は無理だよね、男の人なら退治できそう。そこ男とは関係ないからフェミニスト怒るよマジで。それは関係がないから、ゴキブリ退治ね、ゴキブリ退治で炎上、炎上する。関係ねえよみたいな、炎上すると。もう一回炎上しろ、炎上理由、うん、お前も出るたび炎上しても面白い出るたび炎上して、でも一応100万再生いくからもう一回出るって多分それ繰り返しとったら確かに多分もう10回ぐらい出続けたら炎上しなくなる。そう、いずれ多分すごい体制ができてきて炎上するなる。炎上のカリスマでしょ。そうそう、俺は炎上してきたからでももう炎上してないじゃん、もう最近せん。あ、そういうことで。そう、炎上し続ければせんなっていくからだからした方がいいね諦めさせた方がいい。あ、諦めたい、視聴者諦めるぐらいまで。そうで、またやっぱ視聴者の人は情緒を炎上させればこいつもう出てこうへんになるんじゃないかっていう気持ちがあっての燃やすわ。こいつ邪魔って、もう見たくないから炎上させるわけ。じゃあもう俺がそれに見かねてもう出すのやめようって、それを待ってるわけ。でもなんだかんだ100マスで行ってしまったから出てしまった。こっちに行かないの、ちゃんと出すんだみたいな。そうそうそう、だからもう出てほしくない人が多いから炎上したってない。じゃあちょっと続けよう。ちょっと燃やし続けたらね。ガスパチョやって。ガスパチョで、これガスパチョやな。言ってたガスパチョって何言ってなかった。ガスパチョってスープと。ガスパチョやな。やります。ガスパチョって初めて聞いた。うまっ、トマトスープみたいな。こんなうまかったよガスパチョって初めて食べたけど俺も。本当、私昼にこうやっておしゃれなこと食べたことない。似合うへんてか、ジョージってさ、例えばカップルでさ、いい雰囲気になっても全部ぶち壊しそうだよこいつって。いや、そんな気がする。男女の関係空気になる前にこうならへんような動きをしそう。ああ、それはあえてってこと。いや、無意識無意識よ最低じゃん、だからモテないのかな。いやと思うで冷静に分析すると女としてのミステリアスさみたいなのがゼロなんよ。あ、だからこの人のもっと知りたいなって思わせるよう1ミリもない。え、どうしたらモテるかな。いや、もっと喋らへんことじゃないもっとだから口を紡いで紡いで、うん、もうちょっとだから口角下げた方がいいよ口角上げすぎとうから口角上がってたらめっちゃ言われるんだけど。でもいいことないけどほんま。いいことじゃん。どっちのこの笑顔って多分結構みんな欲しがると思うけど。めっちゃ綺麗ですよ、うん、だから歯並びもめちゃくちゃいいやん。エクボある。エクボ、あと肌もめっちゃ綺麗やん。肌してめっちゃ綺麗です。イエーなんかこう素材としてはすごいやん。一級品ですよ。ただこう中に入ってる操っとる人間が微妙やから使いこなしてない。本来やったらもっとすごい人気者になったはずなんやけど、やっぱり今入れ替える、ヒカル君に入れ替えるから。いや、俺に入れ替えたらもっとあかんねん俺の女バージョン一番あかんからこれギリギリこれやから保っとるけど、これ動かない人が前ですよ。大炎上やん。じゃあ操るだけだからさ、私のこと。じゃあ俺が教えていくわ、うん、立ち回りっていうのは立ち回りね、めっちゃ大事。だからそこで笑うのがもうあかんねん。俺に失礼やん。立ち回りで教えてあげるって言ったのにそこで笑うのがバカにするっていう動きをしてしまうから。してない、してマジでしてない。マイさん的にどうなんの、上司。やばいですか。いや、やばいっていうか、でもまあめっちゃテンション高くて明るいんで、なんか刺さる人にはめっちゃ刺さりそうですよ、ね、いや、元気出るよな。だからでも人気あるんだと思いますよ。そうやってミクシャとかやったそうやもんライブレイサーライブ配信ぽいもんね、ほんまに。タクシーの CM でさ、加藤浩次さんがさ、あー元気出るみたいな言うと、あの、出てきそうやってないです。私のこと応援してくださいみたいな感じでやってそうやん。一人で喋るのめちゃくちゃ苦手。あ、そうなの。誰かと喋ってないと。でもまあやったら人気出そうやけどな、ほんまはな。喋ることなくてやめちゃいそう。だすごいよね、 YouTuber の人って。どうなの、慣れやん。一人で喋ってる慣れじゃない。最初に決めとくの、何喋るとか。いや、そんなの決まってないけど。そうなんだ。他の人は知らんけど、俺の場合はこうメモとかもないし、なかなか行き当たりばったり運任せみたいな。
まあ、楽しめたけど、久しぶりに上司と会うし、まあ、なんか喋ることあるんじゃないかなと思ってきた。でも俺からしたら上智大学入ることの方が難しい。俺からすると勉強嫌いだ。私も嫌いだけど入れちゃった。だけど入れちゃった。だけど頑張ったなんじゃない。だけど頑張ったってくるかと思った。だけど入れちゃった。何私天才みたいな風に出した。ちょっとだけ。たかが上智上智ごときで、まあ、もう東大とか京大とか上があるのに上智ごときで生きるなよ。はい、はい、すいません。それすごいのかもしれんけど、一部の大学生の間では、はい、でもやっぱこう上には上がおるから、はい、その通りです。しかもまあもう留年するわけやろ。やばい、最近インスタフォローしてくれて、私のやっと私の名前を知ったんだと思って。ちゃんと認識してるんだと思って感動した。フォロー外そうかな。してると思って嬉しかったです。最近ちょっとまあコラボするっていうのもあったから、もうフォローしとこうかなみたいな。優しさやな、俺の俺なりの優しい、俺なりの優しさ。でももう名前上司に書いた方がいいと思うけど、まあ、分かりやすい、まあ、分かりやすい、俺らの中で分かりやすい。公式じゃないの。それが公式になっていくから、これからずっと俺が上司で呼び出されるから。上司って言われること増えた。言われます。これからどんどん増えていく可能性あるから、上司変えようかな、名前変えた方がいい。カッコ上司にしとけ。カッコ上司。多分この動画見た人は上智って検索しても出てこへんから、ちょっと今買います。そうそう、もったいないですね。もったいないな、上智にしとかな。じゃあ今買います。で書いてある、書いてるけど上智って。あ、でも多分名前に書いてる。名前にプロフィールに書いてる。上智のプロフィールに書いてるっていっぱいあるから、じゃあ上智で検索してください。インスタフォローしてほしいですね。インスタやってます。インスタフォローしてもらったらアイドルの卵が来るかもしれんからな。アイドルやりたい子ご連絡くださいって書いてある。まだ募集したもん、メンバー。あ、でも常に常にいい子を探してほしい。でもかなり可愛い子入っとったな。それでどれぐらい応募来たんですか。2、300ぐらいじゃないですか。もうダントツで可愛かったやつ。この子は私が声かけてるんですよ。あ、そうなんや。まあ、すごいな、上智のサーチで。上智サーチ、上智サーチ。やっぱヒカル君のおかげでお母さんのプッシュもあった。あ、なるほどね。確かにね、お母さんにも可愛いもんね。なんで今度また見に来てください。いや、やめとくわ。なんでもうちょっと成長してからにして。ああ、もっとでかいところで。まだその俺が見に行くレベルに達してないな。こちらフォアグラの担々麺。おー、すごい。フォアグラの担々麺、クリスピーポークの構成。フォアグラがなんか、はい、フォアグラのすりおろしが飲んでございます。匂いすごい、あったかいな。すごいな、これフォアグラ溶けとるやん。フォアグラっていつも大体でかいよ。いきます。うまこれ、めっちゃ味濃い。こんな味濃いんだけど味濃い。でもさ、前さんはさ、一応さ、大学行っとったわけやん、国公立。そんな前さんからしたら上智大学ってさ、やっぱすごい、めっちゃ賢い私立っていうイメージ。前さんは関西の鳥取大学です。どれくらい違う、その前さんが行っとった鳥取大学と上智ってどのぐらいのレベルだったの。10ぐらい違う。でも国公立ってなんかもうめちゃくちゃ科目数多いから。あ、そうなん。私立の方が入りやすい。めちゃめちゃすごい。偏差値10ってどれくらい違うの。結構違う。チャンネル登録者数ってどれくらい違う。チャンネル登録者数100万人とかなるんじゃない。うわ、そんな違う。偏差値、まあ、難しい。例えがその方の口で偏差値マックスってどれぐらいなの。70とか。70がもう東大レベル。70が、あ、東大が田橋美社長とすると、どんぐらいなんですか。上智で、じゃあ偏差値60とかそれぐらいですよね。そんな高いんや。60ぐらい。すごいな。でも今の偏差値は42とかやった。38もっと下がったから。前は42だったけど今確かにずっと下がっとるもん。お酒飲むたびに下がっとる。1800飲むたびに下がっとるもん。大体その初期値の方が高いかもしれんもん。入る前の方が勉強してきた時から。4年ぐらい勉強してないんで。じゃあ何の大学やねん。自分探しの旅みたいな。見つかった。いや、見つかった。一緒見つかない。たどり着いた。ここに。あ、ここに。これやったんや。自分の、うん、友達とかで結局いろいろできたわけじゃないですか、上智に入って。多分でも最初できたんですけど、まあ、学年を重ねるごとにやっぱ合わなくなるんで。ここ1年2年で遊んでた子たちももう合わなくなるじゃないですか。みんな忙しくて、まあ、確かにみたいな。だから超思うのが、意外と人って友達いないんですよ。大学とかでめっちゃ群れてるけど、友達はおらん。いないことにみんな気づいてないけど、もうほんまにすごい偏見で言うのないけど、上智って本当の友達おらへん気がするやけど、どうなの。いないいないですけど、親友っていうのは上智じゃない。いないですね。なんか優劣がないというか、みんな一緒。あ、なるほどね。そういうイメージあるわ。そんなに興味もない、そこに。これ逆かな、誰とも仲良くならんタイプ。仲いいよ。仲良くない。これ全部ビジネスよ。再生数取るから。そうそうそう、再生数取るっていうのもあるけど、なんか単純に俺が面白いから、なんかこう一緒に取っとって新しい風吹くやん、上智って。こんなタイプ YouTube こんだけやってたらなかなか出会わへんから、でも超レア度高いと思います。いや、そう、俺もそう思う。実際上智のレア度が高いんじゃなくて、俺の世界にいる上智の中のレア度が高いだけで、別に世間一般で上智に価値はないねん。ただ
俺というフィルターを通してみればレア度が高いだけだから、俺というこうこの異世界空間の中ではレア度が高い素材。お世話になってます。そうそうそう、めっちゃいい匂い。いただきます。いただきます。おすごいな、これ何これ、パイナップル。パイナップルや、パイナップル2個。めちゃくちゃ美味しい。こっちめっちゃうまそうやな、うん、こっち普通かな最低だよね。サイドはね、サイドはね、まあ、メインがそれやわ。これはうまい、これの香りがめちゃくちゃ。これはうまい。ジョーチさ、人生大切やなってなったりすることある？いや、最近そうですよ。暇だと考え事するじゃん、人って、うん、確かに。で、なんか余計なこと考えるじゃん、1年後何してんだろうとか。そういう状況で今なっとんや。そうだ、暇だから。あんな何も考えへんなってやつが未来やっと向き合おうとした。本当に私分かんなくて1年後何してるか。今の明確な夢は、今プロデュースしてるというか、そのマネージャー業してるアイドルが。アイドルって有限じゃないですか。そんなお前悲しいこと言うなよ。アイドルのマネージャーで、アイドルって有限じゃないですか。有限だからいいんですよ、アイドルは。高い、まあ、そうですよね、知っていくから。そう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 、だから5年後あるかと言われたら、ない方の確率の方が大きいわけじゃないですか、はいはい、周りを見てても、はい、って思うと何してるんだろうとかめっちゃ思いますけど、それは多分暇だからそういうことなんですよね。でも新しいアイドルをプロデュースとかなるんじゃん。ああ。これ全く別の分野に行くかっていうこと。シンジュルネーションっていうのが分かんないからいろいろ書けてる。でもこんだけなんか能力あってコミュ力あったらどこでもやってくれると思うけど。おしゃべりはできますけど、うん、普通の企業とかには向いてなさそうだもんな。サイバーエージェントとかあるけどな。ああ、そういったおしゃれな企業言っても金銭感覚もちょっと狂っとるやん。普通の収入じゃないから物欲がないんで、ブランド物をマジで持ってなくて、もらい物しかない。持たん方がいいと思う、ブランドの価値が落ちてまうから。そうそうそう、ブランドの、お前優しいな、分かっとんや自分で、ブランドの価値落とさないために。ハイブランド興味ないっていうのはいいけどな、まあ、つけたら世代似合いそうだけどな、最低限はもちろん。フォローが、あとフォローや、あとからちょっと柔らかな風が吹いてくるやつ、このハウエバー。ハウエバー分からん、世代じゃない、分からん、グレーな、柔らかな風が、知らん、グレーな、それのこと。なんかもうちょっと偏差値が低いとちょっと会話がもうな、噛み合わん、知能の差かな。ニトリあるやん、ニトリ好きやな。何買うの、ニトリで。ぬいぐるみとか。ぬいぐるみでしょ、ニトリのぬいぐるみ買うの、うん、キャラでもなんでもない。ジョーチみたいなこうさ、金銭価格狂ってない人いいと思うけどな。こいつのすごいとこってさ、発言はすげえ調子乗ってるように見えるけど、実生活は全然調子乗ってない。それがまあある種伝わってないから、すごい調子乗ってるように見られるかもしれないけど、調子乗ってません。でも調子乗ってるめっちゃ調子乗れると思う。おじさん転がすのが狭いです。天性のおじさんキラー持っとると思うけど、それ多分そんな使ってないから。上司ぐらいの年齢でさ、おじさん転がしまくってさ、ハイブランドとか買ってもらっとう子いっぱいおるやん。ハイブランド持ってる若い子って自然とそういう印象になっちゃう。そう思われたんじゃないっていう、そういうことなんですね。上司のありがたいお話でした。東京でハイブランド若い子が持っとったらパパ活してると思われてます。言ってない言ってない。今はなんかパパ活でやっとって思われてもいいっていうぐらいの風潮は若干ある気もするけど、幼児のパパは一応俺やんか。とパパいました。3ヶ月に2円だけあげる感覚。ギャラが2円やな、あの1回のギャラが。東京で暇って一番苦痛よ、行くとこないもんな。何したらいいですか。仕事、仕事しよう。幼児なんか一緒にして俺とするか。ブロッコリーウバイスで届けてけ。あれでいいわ。ジョーチちょっと俺でもなんかこう、俺の関連するものとなんか一緒にこうやってもらうのありだと思って、自分のチャンネルで人気出た人とかを自分の関連する企業と絡ませることで成り立たせていくっていう。ジョーチと考えとくか、俺、まあ、俺がコキ使っていくから。でもなんか新しいことしたいんですよね。3年ぐらいマネージャー、3年ぐらいマネージャーとかやってて、新しいこともやってみたいな。あー、オッケー。どっかでこうなんかやれるんじゃないかなって。なんかおこぼれ。ジョーチをちょっとこう広報として、広報としては優秀そうやん。お待ちしてます、うん、許可とか取る気もないから。お前あの勝手にスケジュール入っとる。卒業までにやりたいですね。でもなんだかんださ、4回目とかに食べてるの、これって結構すごいことで、 YouTuber でもない人が4回出るってよっぽどない。ってぐらい俺に刺さっとってことやから、上智が。いまだに上智来るからな。ちょっと前に上智のやつが100万いって、そっからめっちゃ来た。そっから来た、私の DM にめっちゃ来た。100万行きましたよみたいな。上智のやつ100万いって、今度出してくださいみたいな。上智のラストチャンスを与えてくださいみたいな。実際にその再生数もやし、評価もすごいやん。コメントめっちゃ来るんだよ、上司。あー、確かに。よくも悪くもやってコメントめっちゃ来るから、一発は持ってないんだよ、やっぱり。俺の使い方が悪かったと思ってて、前の前回だから。あれは 95% 上司が悪いんやけど、俺が 5% 悪い。その俺の 5% がでかいから。あー、だから今回の動画で巻き返した思いきや、今回の動画は前座なんで、おそらく後半にコメント全部持っていかれます。こういうポジションの方が最初やりやすいかなと思って、うん、リハビリやすごいダメージ負ったからさ。上司と部下みたいな関係でもある。
僕の関連する事業の、まあ、何かしらなっていくと思うんです。これから勝手にスケジュール入ってる。そう でもこれから多分何かしらなると思う。俺はいろんなことやっていくから、いずれだからこう何かやることなかっていくやん。じゃあ俺がもう引っ込むから、給料もなんか最低賃金、時給800円ぐらい。時給800円ぐらい。マックでバイトした方が高い。それで時給800円ぐらいで、寮生活、4畳半。今の家を引っ越して。そう、引っ越して、畳引いてやってもらおうと。朝5時起きとか、ね。朝5時起き。牛乳届けに行こうな、俺。いやでもなんか楽しくなってくるな、やっぱこう上司との未来がどうなるか分からんから。嬉しい、楽しいって言ってくれて嬉しいです。使い方も分かってきたしな。すごいやつの前にかましとけばいいやん。かませりとして使ってるから今後。はい、そんな感じで美女飯の昼食は上司とでした。この後ね、引き続き夜の部に入っていこうと思うので、ね、夜の部ね、かなり豪華なんで上司の記憶多分飛んでしまうと思うんでね。今のうちにコメント仕上げてください。それはそうなんです、本当にヤバい。このタイミングで YouTube にコメント残しておいてください。動画見終わってからコメントしようと思ったら間違いなくもういないんで。上司さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ギャラ、上司にギャラをね、特別です。特別ボーナス250倍の500円です。いいですか、まあ、ワンコイン250倍の評価です。500円もらいました。大切に使わせていただきます。それで、うまいもの食べる。はい。今日の夜ご飯。トリュフを食べる。トリュフ。ありがとうございました。以上、上智からの中継でした。とてつもない大物です。奇跡です、正直これ。そもそも日本人じゃないです。世界の方です。DJ ソーダさんという方がいてですね、フォロワー数、インスタグラムで400万人超え、世界的な DJ の一人なんですよ。すごい美女なんですよね。韓国の方なんですけど、これね、すごいつながりがあって、この服、今回ね、着てるんですけど、村上隆さんとのコラボ服。これがきっかけで、DJ ソーダさんが僕のインスタグラムをフォローしてくださって、2年か1年前ぐらいの話なんですよ、これ。これに対して、向こうが、めちゃくちゃいいねみたいなことを、インスタグラムで送ってきてくださったんですよね。メッセージを。そう、向こうから。調べてたら、すごい方だってことが判明して、もう僕もノリで、I like寿司みたいな、寿司行こうみたいなことを、なんか適当に送っちゃったんですよ。そしたら、OK みたいな。いつか日本に行った時に連絡しますっていう風に、まあなんか社交辞令かと思ってたんです、その時は俺。はいはいはい。で、なんと今回日本に来てるみたいで、もっと DM が来たんですよ。そう。で、YouTube 撮りましょうって向こうから言ってくださって。向こうから YouTube 撮りましょうって言ってくれた。そう。すごっ。そう。日本に行くんで会いましょうって言われて、OK って言ったら、YouTube も一緒にって言われて。そう、そこからこの企画たどり着いてるんで。大物すぎるけどな、ほんまに。鬼の大物です。インスタフォロー400万人。DJ ソーダです。俺ね、知ってる人はね、多分ね、ビビってます。今その YouTube に出たことないって感じじゃない？多分日本の YouTube には出てないんじゃない、さすがに。てかその日本人と絡んでないと思うね、あんまりそんなに。すごいねそれ。実物に会えるわけなんで今回 LINE でね、一応翻訳機能入れて、まあ日本語打ったら韓国語に変わって、向こう語韓国語打ったら日本語に変わるみたいな翻訳アプリみたいに入れて会話してるんですけど、緊張とかまあ言ってもね、もうあんまなくて、ただただ嬉しいですね。とりあえずちょっとハグしたいですね。したいっす、はい、それはね、言ってももうノリは多分海外 DJ のノリなんで。ああ、確かに、うん、もうそんな感じだと思うんですよね。なんだったら昨日多分クラブで DJ してたらしいんで、日本で。そう、それも誘われたんですけど、まあ、ちょっと仕事で行けなかった。日本語は多分話せない。多分話せへんと思うから、もう英語での会話か、一応通訳の人もつけてるんで、通訳通しての会話か。まあでももういてくれるだけで OK なんで。まあ確かに、美女飯ってそういうことやもんな。もうそういうこと、そういうこと。喋るとかじゃないからさ。だからその普通だったら企画するの難しいわ。いやー、まあ、正直難しいやん。一人でも企画になるぐらいのレベルの人やん。一人でもいいんやけど、でもここはね、あえてこの美女飯という企画で豪華すぎる一人にさせてもらいました。だから今回もう正直豪華すぎます。飯もうまくなるやろな。でもやっぱこう攻めの姿勢よ、結局言ってみるもんないなと思った俺は。確かにそれ光言ってなかったらそんなことになってないわけやもんな。そうやで。もうその社交辞令で終わっとったら、そう私は寿司が好きですってお風に送ったやん。そしたら連れて行ってくださいみたいな感じの会話になって、じゃあ行きましょうみたいな、そういうノリを。すごいねそれ。結構ね、2年前ぐらいに多分やり取りしたんですよね、何回か。そっから本当に全く何もなく、たまにインスタにいいねくれるぐらいのレベル。多分このツートンの頭がねちょっと良かったなと思うそれ。ああ、なるほど。これが、うん、あと村上さんのファンだと思うんで、その方がまさかまさかの DJ ソーダと。すごいな、はい。じゃあちょっと寿司屋さん予約してるんでね、そっち向かいたいと思います。はい、というわけで、DJ ソーダです。お願いします。おはようよ。すごくない？すごい。はじめまして。Nice to meet you. Nice to meet you. I like sushi. I like sushi. You like sushi. Yeah. OK. 寿司お願いします。はい。スウェーデンもちょっと美女なんです。結構綺麗ですね。スウェーデンも美女っていう。黒ウーロン茶で。黒ウーロン茶。はい。Me too. はい。日本に来られるのは初めてなんですか？英語ね、おんちょんまに。マジかよ。日本には結構な数で来てます。ああ、そうなんですね。てかめちゃくちゃ綺麗ですね、やっぱ。It's beautiful. You are beautiful. Thank you.
すごいな、綺麗ですね、やっぱね、世界の人と初めて交流するんで。ちょうって、ちょうび。First time? イエス。いや、すごいな、ほんまに来てくれると思ってなかったな。いつまでいられるんですか。永住でした。1週間います。1週間。どっか行くんですか。行きたいとこあるんですか。日本で。おり鹿児島で起きたよ。でも、うち茶屋だったお寺とか。ああ、なるほどね。観光に行くってことですね。適当にも出してもらうから、はいはい、何が好きなんですか、それ好きなモルチワレだ、ウニ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 あります。あと、カニとかどうですか、はい、カニあまり好きやカニ、オッケー、カニ、ヒカルさんも大丈夫、あ、大丈夫、わさびいけるんですか、わさび、わさびのめっちゃね、オッケー、韓国って寿司あるんですよ、うん、ちょん、まあ、ない、結構な量である、あ、あるんですね、韓国行ったことないんですよね、行ったらちょっと招待してほしいんですよ、いろいろ、案内、案内してほしい、そうですよね、ビジ？ビジ？ Are you busy? Are you busy? Are you busy? Korea? Ah, yes, 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 ビジ。でもまあDJ ソーダのためなら韓国に行けるって言って。お兄上その半分で帰って行って。はい。Come to Korea. Yes, yes, yes. I like Korea. 韓国のファンの方に一言お願いしますそうです。ああ、I like Korea. いいかもないけど。あ、でもイテウォンクラス。ああ。Netflix。うん、見ました。韓国ドラマよく見ます。韓国ドラマで超面白いんですよ。韓国はと美女が多いですね。その一人です。宇宙へ半分よ。Thank you。 でもマジですごいな、なんかこう実在するんやなって感じやな。肌がめちゃくちゃ綺麗。そうそうそう、肌が白い、ホワイト、皮膚が早く綺麗。Thank you so much。 お願いします。あ、じゃあこれ韓国で乾杯ってあるんですか。コンベーヤ、コンベーヤ、コンベーヤ、チャン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 って言うんですか。アンもいます。いやすごいな、国際交流ですね、これまさに。そういえば、なんでインスタグラムで僕を見つけてダイレクトメッセージをくれたのかっていうのを聞きたいです。村上先生にインスタへそ봤는데되게특이하고멋있는유튜버라는걸알게돼가지고같이촬영해보고싶었어요。村上隆さんのインスタグラムで拝見して、でちょっと独特でかっこいい方でユーチューバーってことを知ったので、うん、ちょっと撮影とかしてみたいな。なるほど。へえ。あ、ナイスセンス。ハイセンス。ハイセンス。ハイセンス。見る目がある。おぬぬにて。はい、やっぱ大事やな、ツートン。これ多分これですよね、これ村上隆の。おにごばっちゃう、村上隆。うん。いや、村上隆すげえな、すごい世界なんやこの人。村上先生にみらちなにゃこ。あ、村上隆さんとは仲いいですか。あの、ファミリー、家族で。ああ、はい、ほぼファミリーです。ごいた家族で、はい、血のつながらない家族って言ってください。世界を飛び回ってるんですよ、やっぱ DJ なんで。あ、全世界のツアーを行ったの。全世界でツアーをして。すごいな。え、じゃあ韓国にいることもそんなめちゃくちゃ多くないんですか。コロナってもね、韓国で2年間行ったが、じゃあコロナが끝ながめぞ、다시ツアーを하고있어요。コロナの関係で2年ほど韓国にいたんですけど、それが落ち着いたので、また今また全世界のツアーを始めてます。すごいな。あ、どうぞ、いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これ全部食べれるんですか。もう、全部一回ほぐして詰め直してあるんで。なるほど。真ん中に味噌も全部入ってるんで。味噌5。You are so famous. Korean manager. YouTube で生日パーティーやるのと봤다고。あ、これ YouTube で誕生日パーティーするのも。ラムサジャン。見たそうです。ああ、ホスト。ホストの。I'm Japanese number one YouTuber。ああ。ワールドクラス。いただきます。うん、うん、うまこれ。韓国で美味しいってなんて言うんですか。マシソヨ、マシソヨ。あ、スペシャルマシソヨ。初めて会ったばかりなんですけど、サランヘヨって伝えてください。ちょうど봤는데、うん、お兄さらんだよ。ウォーアイニー、ウォーアイニーどういう意味でしたっけ。ウォーアイニーを中国語で愛してる。あ、中国語か。なるほど。混ざっちゃった。カメラマン、カメラマン、ブラザー、うん、ブラザー、マイブラザー、うん、本当の兄弟ですか。イエスイエスイエス。あ、チニョイエ。おお、お兄ちゃんです。チニョイ、リアルブラザー、リアルブラザー、うん、ブラザーで兄で部下。チニョイゴブハレ。おお、手下です。グッドファミリーシップ、グッドファミリーシップ、グッドファミリーシップ、イエス、グッドファミリーシップ。兄弟いるんですか。I have one brother. One brother.
オールダーブラザー。おお、お兄ちゃん。お兄ちゃん。うん。今おいくつなんですか。セクレット。セクレット。セクレットね。でもめちゃくちゃ若く見えますよ。Thank you。でもちょっと可愛いな。うん、緊張するもんな、ちょっと言葉が通じるから。頭が取れればいいんだ。みじんたりともその姿には見えないそうです。やっぱりちょっとまあ、ちょっと余裕あるように見せようっていう。違う、余裕けぽいよ。恋愛対象とか気になるよね、日本人は。確かにね、好きなタイプ。ピア女の子、可愛い男の人。あ、僕のことです。あ、洗ってますよね、タグラゴ。可愛さが大事で、世界にモテるには。You are 可愛い。You are 可愛い。I'm 可愛い。Yes。Pretty boy。え、日本人も恋愛対象に入るんですか。うん。はい、そうです。おお、すごい。ね、あっち看板が飲んますよ。でも一回もまだ日本人の方とお付き合いしたことない。ああ、なるほど。初めてどうですかっていう。ちょっと光るサイラン、ワンダボングは。お試しで、お試しで。お試しで。失神ドラえもん。それは日本人と出会わないってことですよね、あんまりね。일본의친구들은많은데그렇게하는건여대로발전하는애가없다고생각하는데。日本人の友達はいっぱいいるんですけど、恋愛に発展する人は。ああ、なるほどなるほど。天ぷらとかは食べないですか。天ぷら、ピニオン。食べますよ。いけます。エビの生きてるのがあるんで、それ今ちょっとお見せして。あ、お願いします。お願いします。ルックエビ。Where do you live? ジャロベダム。何ですか。どこに住んでますか。ああ、東京。まあぜひ家に来てくださいって言ってください。自分超で受信だよ。ああ、really？ リアリリアリ。ああ。オッケー、オッケー。I wanna go。オッケー。オッケー。オールオッケー。When？ あなたの願いをすべて日本で叶えますって言ってください。あ、私ね、そうで、英語で모든지해드립니다。When？ でもいつとで。ああ。行けますかっていう。いつでも。언제든지。같이사나。一緒に住んでますか。 No, 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 no. 別で。あ、タマさんです。 5G に住んでます。 G に？ はい、あのランプのマシンです。 G にって分からんのかな。アラジン、アラジン、アラジンです。あー、クソワネピロジン。おー、イエスイエスイエス。 G にだよ、あげる G にだよ。 G に、おー、天ぷらでお話ししますね。車行くですね。プリティ、もう家がこっちだとか。ちょっと撮ってみて。はい、はい、はい。おー、すごい。Thank you。 すごい。うわ、かわいいな、エビ。エビって韓国でもよく食べるんですか。韓国、うん、いっぱいよく食べるそうです。一番好きなお寿司がウニ。あ、そう、さっき言ってました、お寿司。ウニ、ウニ、좋아하는거먼저먹을까요、아니면나중에먹을까요。なぜね。好きなものは最後に食べるタイプです。最後に食べる。じゃあ、じゃあ、あれですね、貝とか、白身、マグロ、エビ、あとは光り物、いろいろお願いします。はい。なんか、逆にソーダさんから質問ってありますか。これ、森が、あー、あー、貝柱森。なんで髪の毛が半分で金髪と黒髪に分かれてるのか気になるそうです。あー、これは金髪が好きで。あー、でもそれだと、なんか悪い人に見られる。あ、全部金髪にすると。そう、悪い人に見られる。半分からはめはナッパボイ、ナッパサロンちゃんの声に。あー、だから半分ブラック。あ、これぞ半分。お、되게매력있다。すごい魅力的です。センキューセンキュー。나도원래금발이었다。ソダさんももともと金髪。はい、金髪。今髪の前は金髪。金髪めちゃくちゃ似合います。あー、レレ。金髪ショートが一番好きなんですよ、僕。 Which one is better? 今の髪か、前、その金髪はどっちが好きですか。あ、金髪です。くんばりで。あ、でも今も魅力的です。一番自分の魅力的。はい。 Thank you。 うん、好きです。ちょっと、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 好きですが、ちょっと、ちょっと、韓国で歌えますよ。韓国の俳優さんに似てるそうです。おー、それ誰なんですか。誰ですか。キングダム。キングダム、キングダム。ネットフリックス、ゾンビ。ね、ネットフリックス。あー、おー、ゾンビ、ゾンビムービー。攻撃主人公の中にいる主人公。なゾンビに似てるそうです。キングダムっていうドラマやっとるやつ、ゾンビ系の映画。ネットフリックスで結構上位取ってるやつの主人公に取るらしい。名前なんていうんですか、この主人公の名前。チュージフン。チュージフンさん。チュージフン、調べていいですか。おー、チュージフン、この人か。40歳な、もう187センチだ。普通にイケメンやったな。へぇー、なんかイケメンや。
髪型が一緒だったら一緒になるかもしれない。確かに韓国っぽいって言われるかも。え、いつもソーダさんの通訳やってるんですか。もともとは今はモデルやってるんですけど、はいはい、ソーダさんが来る時だけ通訳について、あ、もう4年ぐらい付き合いです。すげえな。え、昔よく来てたんですね、日本に。じゃあすごい来てました。結構ネットで来てたんですけど、コロナになっちゃってちょっとパターンなるほどなくなっちゃって。嬉しいです。私ヒカルさんの YouTube 拝見してます。あ、ありがとうございます嬉しいっす。姫香さんの回拝見します。ああ、最近のやつですね。実物もやっぱ綺麗ですね。光ってますよ、うん、なんかちょっとやっぱ肌が。あ、そんなのも飲むの좋아해서そんなのも飲むんだろう。手で食べるのが好きなので手で。 OK OK Me too。 いただきます。うん、うん、マッソよ、うん、おいしい。マッソおいしい。指ハート、指ハートって韓国の人も使うんですか。もともと韓国から始まったので。じゃあ使うんですね、これ。韓国の色が違うんですけど、そうよ、うんうんうん、今でもよく使うそうです。うん、なんかもう一つハート、うん、ハートね。新しいハートこれはギャルピース。ギャルピース、もうギャルピーススワンペイマスインコリア。韓国で結構有名な。日本でも日本でも、うん、あ、エルボレーソン、うん、ギャルのピース、ギャル。てかこの服を着こなす人は多分日本におらん。언니가저저희옷을입는입을수있는사람이별로없대요。Really? Really? Why? 日本人には似合わない。일본사람한테는잘어울리네요。ああ。おらへんな。多分。スタイルもあって。スタイルが良すぎて。언니스타일이좋아또비율이너무좋아서。Thank you。すごいよね、もうこれ私服の中でもあんま見たことない。てかこう日本で予定ってのもいっぱいなんですよ、ここ数日。あ、で、あ、てかおっしゃる特に今だ、今だ。あ、そうなんですね。へぇ、おじゃ公演はぐ昨日公演の中にやったので。あ、はいはい、じゃあ今ゆっくり過ごすってことですね。あ、そうです。へぇ、日本は好きなんですか。日本のも좋아、日本ジェリー좋아해요。日本が好きで、特に日本のグミが好きです。あ、グミ。へぇ、覚えておきますあ、はい、どうぞ。じゃあ甘エビいきます。はい、どうぞ。甘エビですね。ありがとうございます。似合うな、やっぱ。これが美女飯の真骨頂なんだ。あ、センキューセンキューセンキュー。あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな可愛いのあるじゃん。確かに一番可愛いかもしれない。今まで聞いた。うまい。わさび。わさび。なんで DJ になろうと思ったのか。어렸을때부터힙합음악을되게좋아했는데힙합을들으면서힘들때나기쁠때나많이치유를받아가지고나도사람들에게치유를해주고싶어서 DJ 를하게됐습니다。小さい頃からヒップホップの音楽がすごく好きで、嬉しい時とかでも悲しい時でもそのヒップホップの音楽を聴いて心の治療になってたので、自分も皆さんに治療をっていうか心のヒーリングを届けたいっていうので始めました。なるほど、好きです。好きです。すき焼きが好きですか。すき焼きに似てる。あ、すき焼きは好き。すき焼きとはよ、うん、あ、で次はすき焼きに行きましょう。これ多分すき焼きじゃない。今もこれは何ですか。音声、音をこれで撮って映像こっち。あー、あー、そう、それを合わせる編集の時は。マイクちゃん、マイクちゃん、ちょっと分かるんで。だいご、잘나오고있어？メロ。でも、漏れてるかも確認があったので、よく映ってるかも。あれ、내가좀너무앞에있어서돼지가지나는것같아서。あ、그건아니에요。아니야。どの角度から撮っても漏れてるんで大丈夫ですって伝えてください。お、おみその地獄の잘나오고있어。ちょっと待って。いっぷにか。ありがとうございます。もう満開。でもなんかちょっとなんか陶器みたいな肌じゃない。なんか透き通ってますね。そう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 、なんか異常な輝き方しとるというか。見たことないですよ、この肌着ない。ピッチなんで。あ、皮膚エソピッチ。光ってる。 Thank you、うん、すごいよね、なんかこうなんかな、見たことないですね、うん、こんな人って肌白くなるんやってぐらい白いもんね。ランプリング早く皆さん調整。うん、参考じゃない。あ、でもこれでも焼けた方です。これでそ
ごいな。トンガマツ、トンガマツ、すごかった。はい、東アジアのツアーに行ってきたので、それでその関係でちょっと焼けちゃった。なるほどなるほど。 YouTube 보니까예쁜여자들많이만나던데。 YouTube 拝見したんですけど、結構綺麗な YouTube の女性たちにお会いしてるみたいですけど。あ、ノー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 、 You're number one。 ねえ、リアルリアル。맨날바뀌는거아니야？맨날여자만날때마다 You're number one。 女性に会うたびに言葉が変わって、あなたがナンバーワン、あなたが言うじゃないですか。あの、人生で初めて使った言葉です。超ムロスンバリで。真っ赤？ Yes, 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 yes. あ、嘘をついたことがありませんって。小島ランジャグってよ。うん。すごい。うん。で、今先ほどのエビの天ぷらですね。お塩ついてるので、これをつけて食べてください。うん、うん、so fresh、 新鮮、うん、コリアン新鮮、韓国のとちょっとなんか似てる。おお、なるほどなるほど。新鮮ね、大新鮮ね。新鮮ねって言ってくださいだそうです。新鮮ね、うん、うん、どういうこと、何ですか。新鮮だ、うん、新鮮ね。まあ、しそよ新鮮ね。이렇게신선한새우를먹어본적이없다고말해줘요。こんな新鮮なエビを食べるのは初めてです。ああ、僕はあなたに新鮮をプレゼントしていく。ヒカルさんにオニアって、ハンちゃん新鮮なオムルトンブラン。これはあげたもん。韓国語を話せない人と付き合ったことあるのを聞きたいです。うん。はい。え、どうやって会話するんですか。イングリッシュ。ああ、英語喋れないといけない。なるほど。I'm not English。 I'm not English。 Japanese only。 Japanese only boy。 英語大事やな。英語をみんな勉強した方がいい。こんな美女と繋がれる可能性があるんやから。英語は世界を駆け足やな。損したことになるな、英語使わへんから。このスタイル、パーフェクトスタイルを維持するためにしてることが知りたいです。 DJ を하면서運動を열심히、 DJ をしながら一生懸命運動をする。え、じゃあ筋トレとジム行ったりとかしてないんですか。ヘルスに上がってんのかな。行かない。確かに激しいもんな、 DJ。 で、いろけいすって、항상바른자세를유지하려고노력을합니다。普段から姿勢とかを正しい姿勢にいるように気をつけてます。うん、確かに姿勢めっちゃいいもん。うん、圧倒的よな、オーラが。オーラが圧倒的で。うん、韓国ってワンピースとか流行ってるのか知りたいです。漫画、日本のアニメ。あ、オンチョン、オンチョン有名。結構有名です。すごいな。覇王色の覇気を持ってるって言ってます。覇王色の覇気っていうキャラクターですか。っていうワンピースの中での言葉があって、オーラみたいな、圧倒的な。それなんか難しいか、韓国語にするの。圧倒的、アウラの風が言ってる。ありがとうございます。あ、全然全然全然。계속하루종일칭찬만해주니까기분이이상하다。ずっと褒めてくださるから、ちょっと気分が妙な感じになります。ああ、なるほどなるほど。あの、褒めるところしかない、あの、あなたの罪です。원래칭찬을많이하는편이냐고。もともとそういう褒められるタイプなんですか。あー、でも今回だけです。今回のアニコイ、おぬくま。あー、근데형의リアクションを보니까아닌것같은데。でもお兄さんの顔を見る、リアクションを見るとそうじゃなさそう。素晴らしい、あの、頭脳をお持ちです。いや、本当に手だなしだよ。名推理やな、コナンドール。はい、どうぞ。おー、インスタでよく見る光景やな。これ今旬のイカで、これで一匹なんですよね。この、まあ、足なんですけど、一匹で一貫にいるっていう。これ半マリで。あ、そうなんですか。はい。あ、これちっちゃいかってこと。そうです。もう赤ちゃんですね。生まれたての旬です。ちょっと終わってから。あ、オッケー、オッケー。またデータがちょっと。めちゃくちゃ撮ってるってことなんじゃ。そうです。映像すごい撮るので。なるほど、なるほど。データがなくなっちゃって。すごいな。そんな数撮る。データの容量が1テラ。なんですけど、でもそれでもいっぱいだそうです。副業カメラマンみたいなレベルですね。すごいな。オッケー、なんとか。もうすぐ韓国行く予定やったの、確か。僕たち韓国初めて行こうとしてて、9月10月ぐらい。9月10月です。お兄、9월10월쯤에行
ゆかりさん、今まで写真だよ。あ、ちんちゃん Yes, yes, yes. 総務路。うん。メイケーション休みで行かれますか？Yes, ビジネス。ただ、あの今はあなたに会いたいからが理由に変わりましたって。YouTube チャレンジ。YouTube の撮影もするんですか ？Yes, yes, yes. 韓国ではどんな人がモテますか？남자？男の人ですか ？Yes, yes, yes. 남자요。가장다감하고잘챙겨주고스윗하는사람。スイートでよくレディファーストな感じで気を使ってくださる。はい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 。人気があります。それって僕のことですかって聞いてもらっていいですか？ヒカルさんもありえやそういうとこなんですね。やっぱ可愛い人がモテるんですね、韓国では。귀여운사람이더인기가많아요멋있는사람보다사람마다다른데보통애교많고귀여운사람이인기가많아요人によってそのまた異なりますけど愛嬌がある人が結構人気があるので、はい、なるほどね。愛嬌があって可愛い人が結構人気です。はい、のどぐろですね。お塩ついてますんでそのまま召し上がってください。のどぐろ炙りです。 ありがとうございます。はい、無理。毎回なんかエラーが出る。あら寿司。おお寿司、おすごい。寿司の写真めちゃくちゃある。世界で一番可愛い人見つけたって言ってください。世界で제일제일이쁜사람을찾았대요。うん、スマホの中にさっき見つけた。そうだね。それ언니말이죠。名前が知りたい。이름을알고싶다。写真とムービーがも山ほど。えぐいぐらい。DJ するときも撮るので、結構なものを撮ってます。DJ 自分しながら撮ってるんですか？してるのをマネージャーさんとかがこう横から、なるほどなるほどなるほど。前から撮ったりとかするので。すごいな。休みってあるんですか？あに、みんな일만해。基本的に休みはなくて、いつも仕事ばかり。そうなんや、売れとる人ってそうなんや。仕事をしてるのが一番の幸せだから。ああなるほどなるほど。あ、見てる。うん、そういうとこね、売れとる人って。お金とか何使うか気になるけど。あ、確かに確かに。あの稼いだお金で一番な贅沢は何ですか？ジョーダンいらんピギュアタイプが全部モランピギュア。ジョーダン、あ、ジョーダンとあのスニーカーの、おお、ジョーダンとフィギュアを買うのが一番。ああI'm a Jordan collector. ナイキ。うん。ナイキのジョーダンとか、ナイキすごい好き。ああ、なるほど。コレクターなんや。どれぐらいあるんですか？点数を数万くん、万た。数えられないほどあります。すげえな。なんかやばそうやもんな。やっぱ豪邸に住んでるのかっていうのは気になります。山に엄청많이보이는주에서。景色的に言うと、あの山が見える。あ、보여준다고。あ、今見せてくれる。おお、すごいなこれ。なるほど、めっちゃ高くて、おお、すごい。村上隆史の、これはやばいな。ビッグスケール、ビッグスケール。それで一人で住んでるんですか？うん、一人で住んでます。いつか行かせてください。温泉がかもしれない。招待行け。招待します。おお、センキュー。 Thank you。ちなみに積極的な人と消極的な人はどっちがいいのかって聞いてほしいです。積極的な人、積極的な人。あ、じゃあこのままで。黒黒目くでろ関係。変わらないでください。それ聞けたら安心です。もうでもマジでなんか景色がほんまなんかもう最上階からの景色で、なんか家がめっちゃ広くて、でなんか俺らの家にあるなフラワーあるやん、あれのいろんなカラーがもう10個ぐらい、あとお金取って。あ、アナゴです。めっちゃおしゃれ。うん、めちゃくちゃおしゃれ。収入って聞いてもいいですか？それ気になる。本に얼마나버는지는알려줄수있을까요？それは秘密だそうです。夢がある。日本のどんなところが好きなのかって気になります。아기자기하고작은마을같은평화로운느낌。평화평화로운느낌？平和な感じで、なんかちっちゃいその村みたいな感じな雰囲気がすごく好き。なんかちょっとこまごましてる。はい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 。がすごく好きです。Thank you。日本を代表してありがとうと言いたいです。え、英語で대표해서감사하다감사하다。한국좋아해？한국は好きですか ？Yes yes。한국왜좋아해？韓国は何で好きですか？まず僕的に、まあ、日本から近いっていうのと、プラス美男美女が多すぎるっていうこと。美男美女が많은거라가까운거。あとストレートに物を言う人が多い。あ、はっきりしてる人が多い。말을똑바로하는사람이많으니까일본사람은좀말을좀너무너무부드럽게말하잖아요。
これアニメかかけ飲むちょわよ。なんか日本だったら恥ずかしくてできないことも韓国の人ってさらっとそれをこなしちゃうのが好き。일본사람으로는좀창피해서못하겠는것도있잖아요그런거는그냥한국사람은하니까그게너무멋있대요아좀소극적인그런건가ちょっと消極的な感じというか恥ずかしがりそういうのがないからっていう感じですね。そうです。日本はやっぱりこう遠慮するのがいいみたいな文化みたいなんで。일본문화는약간좀부드럽게말하거나뭐그런습관이있어가지고거절을잘못하는거拒絶とかもよくできなかったりとかですか？そうです、なんか、言いたいことを言えない人が多いですよ。マロコスプーンのこれ、ジェネロマラソンサラミまでにか。여기자주오는데요。ここはよく来る場所ですか？2回目セカンド。セカンドタイム。あ、フォンチェ。그럼그때도여자랑？あ、じゃあその1回目も女性と行かれたんですか？ノー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 。ファミリー。あ、家族で、家族2回目はいいなと思う人と行こうと思って残しだって言ってください。두번째는그괜찮고마음에드는사람이랑같이오고싶다고했어요。日本の YouTuber との交流ってあるんですか？처음初めてです。ああ、でも僕だけで十分だと伝えてください。もう日本はヒカルさんとマニラ十分だよ。OK、 もうジャパニーズナンバーワン、ナンバーワン、イエス。ほとんど毎日写真とか撮ってるんですか？メンダル写真チッコ、予算チッコもくれよ。すごいな。YouTube？ YouTube、見てる。I'm カメラマン。はい、大トロです。そろそろウニ行きますか？ウニロがっかい。そろそろ、はい、はい。なんか、ジュジュンタイバッタゴス。あ、さっきその中耳粉さんに似てるって言ったよっていうのを話してます。似てますか本当に？中耳粉氏たるたるま、うん、なるほどね。たるまさん似てるそうです。人気なんですか、その人やっぱり？中耳粉氏で人気がまだあるんですか？有名。なるほど、有名。まあそれ主人公やもんな。어떤것같냐고写真봤을때中耳粉さんの写真を見てどう思われましたか？ああ、似てるなって思いました。あ、たるまったらさすがだなって。よくしたるまったら。でも確かに韓国人似てるって言われること多いんですよ、実際。韓国人だったら、일단말을많이듣는데。ロスタロン이랑コッパ같은거。カバクラ。あ、キャバクラとかは普段よく行かれるんですか？ノ、ノ。全く。ああ、全然안갔네。ビデオ때문에。YouTube とかその撮られたりとかするその関係でですか？あ、そうです。YouTube がなかったら家からあんまり出ないです。あ、YouTube が없었으면그냥バクラ안나갔다。ああ。スタイルで。はい。ウニですね、北海道のバフンウニです。やっぱ絵になりますね、食べてる姿が。飲むのもそんなプリンがあって。まだ食べられますか？大丈夫ですか？ほんで、どう潜るっすよ？ベブロよ。ベブロ。もうお腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいになってきた。お味噌汁とかは大丈夫？デザートとかお味噌汁。天ちゃん。あ、天ちゃん。味噌味噌汁いただきます。はいはい、じゃあお願いします。はい、いやすごい今日の経験と最高に幸せな時間でした。など私もって言ってました。でしょうねってことは間違いない。クロケンだよ。一応この企画のタイトルは美女飯っていうタイトルです。あ、美女ラン美女ランパモンヌが。で、美女とご飯を食べるっていう企画です。このタイトルをくきべげです。あ、そういえばインスタグラムで絡んだことを言ったら日本のファンがすごいざわついてました。みんな知ってて。お兄らくパルさん行く DM のくジョラグラハンゴールあげてる天文ぶりのぶ難理がだってよ。あ、じんちゃのあいぶそうそう。のゆえそんにが羨ましいってめっちゃ来ました。おのんプロッターもインスタグラムそうアスカキラランおーいや、ちなんごかったごそのインスタでアスカキララさんとその仲いい写真を拝見して、など紹介しきゃと私にも紹介してほしいです。ああ、オッケーオッケーオッケー。アスカキララが好きなんですか？インスタグラムで봤는데예뻐서インスタグラムで初めて見たんですけどとても綺麗で。ああ、なるほどなるほど。アスカキララも寿司めちゃくちゃ好きですよ。アスカキララの寿司ロンズ超好んで。ああ。あれと日本いるとき今。일본에있을때그지금일본에있을때만날수있을것같아요。 Best friend? Best friend。 아사리の味噌汁です。すごいな、好きられてる。世界から見られとんやですけど。숟가락이없어。 아원래일본은이렇게먹는거지。 아니 숟가락이 Very hot。
チョカラ。チョカラをよく。なんかレンゲみたいなあってもいいですか。あ、レンゲあると嬉しいです。はい、驚異的に扱った。でも英語で頼んだら、そっからぐらいもっこう、手間が。なんで日本人の方は、スプーンをこうやって使って食べないで、こう、お椀を持って飲んだり食べたりするんですか。あー、多分、めんどくさいからです。あ、まあ、くちゃなぞ。あー、うん。でも僕はスプーン派です。これどう光るんですけど、そっからタレを。会ってみての印象を聞きたいです。最初はなんかもうちょっと冷たい印象があったんですけど、사람을편안하게만들어주고칭찬을많이해줘서기분을좋게해주는것같아요。その相手の方を楽にその気楽にしてくれて、よくあの褒めてくださるからすごい気分がいいです。なるほどなるほど、本当に見る目がありますね。おぬぬにさ사람을보는눈나는어땠어。逆にソーダさんの方はどうですか。ああでもなんかこう優しくて、まあもちろんもう見た目が綺麗っていうのは当然なんですけど、외모が이쁜건당연한거고、合いそうだなと思いました。잘맞는것같아요。そうですね。初めての日本人になりそうな気もしました。언니가만나는사람들그아니일본사람아직안만났잖아요그중에저처음으로가을사이나갔고있다가을사이될거라고느꼈어요 느꼈다고 느꼈어요 心盗まれました마음을뺏겼대요언니한테 그런말몇명한테했어その言葉は何人の方にされたんですか。ああ、ノーああ、オンリーワン。オンリーユー。でも日本人の人以外と付き合ったりとかしたことが一度もないです、僕は。出会ったことがないです、あんまり。その海外の人とも。だからこの人のために残したのかもしれない、神が。オンリーワンだけ言えと。ラストチャンス。되게유쾌하신분인것같아요。愉快な方。あー、オッケー。ですねって。ポニーボーイ。でもこれはあなたの前だけです。하지만그건언니앞에서뿐만이야。やっぱりこうめちゃくちゃ世界中からモテますかっていうのを聞きます。あ、나를꼬시는사람세계적으로그래요。そうそうです。いや、それはね。世界から DM が来て、世界中から DM 오고、有名な方から手紙読んだ、有名な方からよく、アプローチされる。いや、そりゃそうか。どこで選ぶんやろ。僕もその一人ですっていう。口半分以下だ。そりゃそうなるわな。世界から。いや、世界やろだって。ほんまにそのとてつもない人から来るんじゃない。返事することあるんですか。DM 来た時に返事することあるのか。DM 用語、手だぶる、はんは、はんごですよ。返事することが。너무유명해서신기해서。とても有名で、ちょっと不思議な感じ。ああ、はい。とか信じられない。ドレイクなんて DM 없었어요。ドレイク。ドレイクっていう。おお、ドレイク。から DM 来たそうです。めちゃくちゃ有名。めちゃくちゃ有名。ドレイクから DM 来るんだ。ドレイクってめっちゃ有名や。ヴィトンかなんかとコラボしてるってなったらな。ジャパニーズ・ドレイク。ドレちゃね。歌うまいですか。イエス。アーティスト。アーティスト。アイムアーティスト。おお。コラボレーションするの。ダメ。じゃあコラボするのはどうですか。イエスイエスイエス。オフコース。カラオケコラボ。オッケーオッケー。え、歌も歌われるんですか。ここに乗れとくれ。うん。歌え。ええ、DJだけじゃないね。で、どれ들려줄게。今から歌聞かせます。ええ、YouTube にそれ上がってるんですか、歌は。どれ？うん、どれ。おお。上がってます。うん。170万人登録者。です。My voice。おお、オッケー。あに、有名な YouTuber で、왜광고が나오게。なんで有名な YouTuber の方なのに広告が、あの YouTube の広告があるお金がない本当に遅さよなどアニア。あ、ソーダさんもそうだそうです。広告普通に流れる。あ、見て見て、すごい。これ曲だ。これって英語ですか。オニーも両方英語。うん、あ、だね、韓国語。へぇ、すごいな。4600万再生なんですか。へぇ、1000万超えがめちゃくちゃ多いな。
근데 유튜브를열심히안해가지고아でもその YouTube に対しては積極的じゃなくて、そこまで一生懸命やってなくて、거의안한다고ほとんどやってないそうです。おまけでこれがすごいっすね、170万人。나도사람들이왜보는지모르겠어。でもなんでその人たちが見てるとかよくわかんない。本気出したら多分1000万ぐらいいくんじゃないですか、余裕で。鬼が열심히해보면1000万명の感じ。バンチャンの。でも日本語しかわかんないですけど、多分俺のチャンネルなんて絶対誰も見れへんの、考えられない人。Thank you。 まあ、とりあえず次は家に行きます、そして僕の家にも来てくださいっていうことだけ伝えてほしいです。다음에는ヒカルさん집에가는걸로하고スタッフ언니집으로놀러가는거オッケーオッケーオッケー本当に行きますよっていうのを伝えてほしいです。진짜가고싶어요。オッケーオッケーオッケー Thank you。언제온다고했지한국에9월이랑10월아9月か10月かはまだ確定ではない。時間이없는데그래서왜냐면은저희가매니저가바쁘대時間がないかもしれない。ああ20の関係で。なるほどなるほど。そんな忙しい。10月は結構厳しいです。じゃあ、 あの空いてる日に行きます。언니가빚는날에갈게。あ、そういえばこの今カメラマンも韓国人っぽい顔って言われるんですけど、どっちの方が韓国で受ける顔なのか知りたいです。둘째어느쪽이더한국에서인기가많을것같아요。진짜라니아니大爆笑。確かにな。めちゃくちゃ悩んでる。めちゃくちゃ悩んでるんですか。悩んでます。なるほどなるほど。いい勝負だよ。なんか韓国でセンターパートとか流行ってるイメージあるんですけど、単発の男性で受けてるんですか。머리스타일이없고근데색깔은머리스타일은검은머리가아髪の毛の色は基本的には黒髪が人気があります。まあそうか。じゃあいや。じゃあどっちもダメっていう。その言葉を待ってました。決まる気ない。もしカメラマンを選んだらもう帰ろうかと思いました。만약에신경을골랐었으면집에갈거그랬어。楽しいな。通訳の人おったらこんな楽しく喋れるんやなっていうのすごいな。確かに。あとでも何でも笑ってくれるから。タンタン웃고있으니까。タンタン웃겨서웃으니까。女神。여신。女神？女神。あ、女神。女神。エンジェル。なんかさ、落ち込んだりすることなさそうに見える。ああ、やむことがあるのか。やむことはある。落ち込んだりとか。気分的に。公演끝나고서집에혼자있을때좀우울한것같아。ちょっとその公演とかが終わってお家に帰って一人になるちょっと憂鬱になる時があります。ああ、なるほど。そんな時は呼んでください。あ、그때는불러요。で、둘이하나도안닮았어。でもお二人全然似てないですね。まあよく言われます。全然似てない。あ、그말잘많이듣는。몇살차이？何歳差ですか？あ、2。31歳です。それも半歳です。あ、すごい。何の味なのかよく分からない。珍しいですね。で、日本でしたいことは、アスカキララと会うことが一番ですか。ね、インスタでもやっぱがちょっと。アスカキララさんのそのインスタがすごいやっぱ綺麗なので。どんな人なのか。あなたも綺麗です。おにぎりといっぱい。やっぱこう綺麗とか可愛いっていう風に直接言われることはもう慣れてるのか気になりますね。何？あ、もう全然慣れてないそう。映るってまだ気分は。聞くたびに気分がいいそう。なるほどなるほど。あのこれから会うたびに伝えていきます。これ漫才ってまだ笑いてよ。ヒカルさんは어떻게하다가유튜버가됐어？ヒカルさんはどういういきさつでユーチューバーになりましたか？ああ、もう漠然と人気者になりたかったっていう。有名人になりたかった。유명사람이되고싶어서。그럼처음부터유튜버를한건지그전에는뭘했는지。最初からユーチューバーだったのか、その前に何か別のことをしてたのか。あ、営業をしてました。営業？はい、営業マンでした最初。普通の会社員ってこと？そうですそうです。これフェス部によってる。そこからユーチューブに。で今10年目ぐらいですね。10年째、ユーチューブ始めて10年째。꿈을이뤘네요。夢を叶えましたね。そうです。まあ気づいたらナンバーワンになってました。자기가모르는사이에일위가되었어요。별로
안 쉬고 맨날 일만 해서 그렇게 넘버원이 된 건가? 아무리 休まずに 仕事をずっとし続けて 1位になられたそうですそうです 형이랑 뭐 10년 동안 한 건가? 언니さんとも 10년 ずっと一緒にやり続けて 今までしてきた 仕事の中で 今日の仕事が 一番 幸せです 10년 동안 일을 하는데 그 중에서 제일 좋았던 날이 오늘 Thank you. Happy time. 매니저가 알고 있어서 깜짝 놀랐어. 그 매니저さんが 光さんのことを知ってたので、びっくりした。 에, すごいですね。どこで知ったんですか? 아, 그 뭐냐, 무슨 잡지도 샀었는데 거기서 저 옷 쿠션도 있었어요. 잡지에 가지고 있어서なんですけど。 에, 저거 그 뭐냐, 브라카. 村上さんすごいやん。すごい。やっぱ村上隆は韓国でもすごい人気なんですか。人気がまだよ。いやすごい。うん。すごいな。まあ、村上隆は父のような存在。村上隆のアパパ같은存在。うん。今日おじやコラボレーション。その服はコラボレーション。Yes yes yes yes。내가매니저한테히카루상이라는사람이랑유튜브찍으러간다했는데어나그사람알아해가지고깜짝놀랐어유튜브で今回ヒカルさんと撮影するって話をマネージャーさんにした時にあその人知ってるってなってすごいびっくりソーダさんびっくりした僕も今回撮影って決まった時にチームに話したらみんな羨ましがってました踊れてましたヒカルさんに오늘그언니랑촬영하게됐다고팀한테얘기했을때깜짝놀랐고너무부러웠다고그러면은나때문에통역일부러데려온건가あ、でしたらソーダさんのために男性の通訳さんの方を、うん、あ、そうですそうです Thank you OK OK あなたのためなら何だってします私に言えそうなモードじゃないそれが僕の仕事ですってクリエチャギユリでベストフレンドベストフレンドインジャパンへぇ She's モデルモデル、うん、今もやってるんですかあ、今もやってます、何歳ぐらいなんですか今今は28歳ですあ、じゃあ近いですね英語でそう、セミナーが出張ねじょなんか日本で楽しいこととか面白いこともしあったら教えてくださいあー、ディズニーランドディズニーランド行ったことありますパメラの方かばっす夜は行ったことはあるあ、でも多分一番楽しいですディズニーランド日本人はみんなディズニーランドは大好きなんで日本人はディズニーランドを좋아하니까ディズニーランド추천이에요あと新大久保韓国のものがいっぱいある그리고新大久保コリアンタウンで거기도추천이에요언니가보면많이이해할것같아요아코리아타운코리아타운멋있는사진을찍으려면어디로가야돼なんかかっこいい写真を撮りたいんですけどどこに行ったらいいか東京タワー東京タワーなんかちょっとなんか日本っぽい雰囲気が出てるああ日本っぽい空気かなんか日本の看板とかどう見てもあ日本だなみたいな大仏いや多分そっちじゃないですよ日本の看板とかなんかすごいなんか日本がいっぱい見えたりとかちょっとネオン系とかそっち系が好きでソーダさんネオン系コンビとかあ新宿とか歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町そうだ歌舞伎町原宿竹下通りあ歌舞伎町らん原宿への竹下堀それかヒカルズハウスあアニメのヒカルズたち Yes 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 日本の中心日本の中心나일본에서활동하고싶은데조언을해줘日本で活動したいんですけど何かアドバイスとか助言があればいただきたいですあ日本ででも日本のなんかこうサポートチームを紹介しますよあレイ Yes 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 僕もそうサポートしてもらってるんでそのチームにだからヒカルさんとクーティマンでサポートするかっこいいってよ日本でもすごい活躍されると思いますもう単純にこう見た目がこんな綺麗な人なかなかいないんで Thank you 없는魅力뭐야日本人ではない魅力とかって何ですかでも何なんですかね日本人の人より天真爛漫な感じがしますけどね表情豊かというか日本人ほど天真爛漫ああリアクションがやっぱあ、근데日本さんでリアクション엄청크잖아でも日本の方ってなんかキャーとかかわいいみたいな感じでリアクション大きくないですかでもなんかこうカメラが回るとそんなに大きくないんですねカメラで綺麗にされるやっぱ恥ずかしがりな人多いんでチャンピオンがいたんだそうですだからこう自分を堂々と表現できる人が日本じゃ少ない자기를담당하게표현을할수있는사람이별로없어요 Thank you
その天球で何人の男を落としてきたんですかって言ってました。그언니가말하는天球로그 남자한테얼마나말하고그남자가얼마나빠졌어요언니한테너밖에없어아나타しかいない 見事に落ちましたっていう鬼とくで誘ってよはい、というわけでね DJ ソーダさんに来てもらったんですけど楽しかったですね。すごい本当にいい経験ができました。ありがとうございました。 Thank you Thank you。 インスタグラムとかいろいろ検索してください。 DJ ソーダ出てくると思うんで、まあ、あと僕もインスタグラムであげると思うんで自慢しておきます。じゃあ今日はありがとうございました。 Thank you。 감사합니다。 감사합니다。 Thank you。 Thank youあ、最後にハグしたいです。あ、真面目にパオヌルハグして、歴史的瞬間や歴史的瞬間。 OK OK Thank you よしよし YouTuber になってよかったです。 YouTuber でそう、でも행복해요。でもおちゃめでコメント話した。でもなんで昨日私の公園来てくれなかったですか。シェーマニア、もう失望しました。今日の出会いをより一層素晴らしいものにするためにあえて休みました。오히려오늘일부러안가게돼안갔는데 언니오늘오늘만나기위해특별한날날이되기위해한거래요。오케이오케이。楽しみすぎて昨日高熱でうなされてました。어제너무기대가돼서열나서찍었어요。それぐらい魅力的です。그만큼너무매력적이에요。ユーチューブ、ユーチューブ、ユーチューブ、オッケー。いやー、ビジョ飯初日から凄まじかった。もうなんならこれで一本でいいんじゃないかってぐらいの内容の濃さ、濃厚ではあったな。なんか俺がビビったのはその光のコミュニケーション能力というか、世界のあんな美女を相手に、まあ、しかも言葉も通じひんかったわけ。まあまあ、ね、それを相手にあんだけ笑うよ取って、まあ相手がこう笑ってくれる人だったっていうのもありがたかったな。正直俺もよく分からんかったけど、ほぼノリで喋ったとこやったしな。でも実際インスタグラムにおるそのままが出てきたみたいな。いやほんまにそう思った。 あの人世の中おるんやなみたいな、なんか光っとったよ透明感っていうか、なんかこう、なんか俺、こんな輝いてる人おるんやって思ったけど、すごいオーラやな。あとめちゃくちゃ派手な服が好きらしくて、撮影後に聞いたんやけど、なんか私服があるならしいな、衣装じゃないらしいんだあれ。そうなんや、あれ私服があれらしくて、でもあれこう着こなせるって、そうあの服選ぼうとせえへんやん絶対。おしゃれすぎるけどあれ、うん、いやもうやばいやん、めっちゃおしゃれやし、なんか多分自分にも自信持っとるやろうし、もう圧倒的なスターって感じよな。寿司食べとう時のあの表情の豊かさ、なんなんあの堂々として、しかも可愛いわけ、なんなんあの人のあの魅力。世界はすごいなやっぱり。一発目これやばいけど、もういい経験をさせてもらいましたね本当に。で一応まああの家に行ったり来たりできるぐらいの中になったんで。すぎるけん。まあ OK 出てる、 OK 出てる、距離感の使い方が OK 出やってるんで、まあ、次は俺韓国行った時は本当家行かしてもらおうかなっていう、なんならもう家泊めてもらおうかな。でも家見たわけやもんな、俺は見てへんけど、そのなんかその一部分だけしか見てないけど、相当多分ヤバいと思うな、あれ規模やったんや、うん、だからめっちゃ広い、結構圧倒的でしたね。へえー、多分相当広いんじゃないかな。世界的な DJ なんで、世界で一番の美女 DJ と言っても過言じゃないぐらいやもん。そうやと思う、世界からアプローチされたわけやもんな、あの人。でドレイクやで、ね、名前出てきたの。確かにドレイクってドレイクから DM 出てくる、普通に名前ドレイクから DM 来る世界線でどういうことなのほんまに。ってことはもう他のすごい有名な人からも来たってことやもんな。いやそんなんもう全然おるやろいっぱい。マジでこれ、ドレイクのインスタグラムフォロワー 1.2 億。ほら 1.2 億。この人が DM 来たわけ、やば。1.2 億。ドレイクってエグすぎ、もうトップ中のトップやろドレイクって。これだからスーパースターだほんまの。どういう人だったらあの人でもほんまにその付き合うんやろっていうレベルやな。あでもまあ俺じゃない。まあ俺も分かるけど魅力あるやん、言ってよ。分かる人は分かると思うけど、圧倒的魅力あるやん実際。あまあまあまあ0か100で100がマックだとしたら、多分まあスタートはまあ言ってはまあ相当わけやから5ぐらいはあったと思うんて。好意持たへんと合わへんもんな。今日で35グラムいったんじゃない。1回で結構進撃したんじゃない。進撃したんじゃない。次もまたそのアスカキララさんと会う時には同席はできるもんな別に。ああもちろんもちろん、まあなんなら別に韓国行く時も普通にもう家全然行くし、もう俺ズーズーしたらすごいからさ、もう俺にこうやって OK してもらったらもうそうなるから。あそう OK 言った時点でも、しかも最初はもう向こうからやから、見た目がいいなと思って来てくれたわけ、面白そうやなみたいな、そっからスタートやから、だからまあまだまだこの関係は続いていくんじゃないですかね。世界交流ですね本当に。正直でも、まあ、分かったことは寿司の味ほとんど覚えてへん。美女飯やって分かったことは味入ってもう余裕はないんやそこに対する。まあ余計やったかもしれない、その海外の人って。確かに考えたわけやんな、初めての初対面や、うん、
だから俺も2回目3回目の人とかやったら、まあ行ってもまあ慣れとるけど、初めてやったっていうのもあって、もう寿司ほぼ覚えてないですね。でもめっちゃ楽しかったな。嬉しかった。なんかこう通訳通して臭いセリフとかが韓国語で放たれていくのが気持ちよかったな。日本人相手にあれ言うのってなんかちょっとキザすぎるやん。まあ確かに。でもあれ多分英語とかにしたらめっちゃそれっぽく聞こえる。ああ、そうそうそう、おしゃれに聞こえるのも多分あれめっちゃ確かに。まあでも英語喋れたらああいう人たちともコミュニケーション取れって考えたら英語ってやっぱすごいよな。いやそうやね。結局そうで、韓国語は喋れんけど英語喋れたら言い取ったわけ。あの人も英語喋れるわけか。付き合った経験あるって言っとったん、韓国語喋れん人と。だから英語をみんな覚えようっていうのが今回の一番のね発見でしたね。おはようございます。美女飯のラスト朝食ですね。こちら食べていきたいと思います。いただきます。最初ヤクルトから。寝起きはねあんまりこう喉を通らないんですけど、ヤクルトとかこっち系飲むと一気に回復しますね。そもそも美女はおらへんけど。ん？美女飯。ああこう気づいたんだ俺、一番こう身近に美女がおったなっていうふうに思って、これも新しいこう美女飯の形なんかなっていう。いただきます。うまっ、まあ、美女が作った飯、これは美女飯、これです、ね、新しい形ですねこれがね。まあ、たまにこう作ってもらうんで、まあ、それをちょっと今日はいただこうかなと。いただきます。うん、うまっ。腹の減り具合がねちょっとえぐくて。いただきます。うん、たまにこうね朝食を、朝食とかまあ別に他の夜とかこう作ってもらったりとかしてて、まあ、うまいな普通に。焼き魚なの買えんもんすよ。うん、ウーバーとかよりはやっぱ栄養バランスが良さそうな感じするような、よく分からんけど。ひじきとかもそう、美女が作ってなおかつ美女が存在してる空間で食べる飯、これが美女飯の究極の形なんですけど、今はちょっとねもう朝の4時46分ですよ。もう朝ね、ちょっともうね普通にドラマのあれがあるらしくて出かけたんですけど、こう作ってくれた人は。でもやっぱここを避けてこの美女飯終わるわけにいかないなっていう、僕の野生の感が働きましたね。こういう終わり方しようかなと思いました。そもそも美女飯の一発目が DJ ソーダだったんですよ、時系列的に。うん、間違えましたね完全に。完全に締めだったんですよ多分 DJ ソーダが。俺の中ではもうそれぐらいのこう人物をこう冒頭に持ってきてしまったがあまりに、本来は7人続けるはずだった美女飯がまず朝昼晩に変わって、で DJ ソーダの後誰持ってきたらいいんだってい う一番の疑問なんですよ。まあ普通ラストやもん。そうなんですよ。でもなんかもうラストみたいな空気で撮ってなかったから、うん、そこもなんか嘘になるし、どうやってこれ締めればいいんだって考えに考えてた結果これなんですよね。これ以上もふさわしい締めないかなと思って、視聴者の完全に予想を超えてくる、うん、この美女飯のラスト。松崎は一人で、一人でとは思わないじゃないですか。で後ろ のティッシュの、ここはミュージックステーションのティッシュだろ。おー確かに、レインボーの。確かに気になったわ、レインボーのタコの初めて見たもん。しかも俺も、うん、この家に来るの初めてやもん、うん、こんな家やったんやっていう感じの、うん、感想は。まず広いなっていう、うん、まずまあ綺麗やろ普通に、うん、まあ、このリアルよな。 YouTube って限りなくこうリアルを届けていくものだと思うけど、それのこう究極系、これすごいな確かに。まあ、多分思いついてもやろうとはならんよな多分これ確かに、うん、思いつかないね多分普通は、その発想はないと思うな、うん、この出し方というか。まあでもそうなるやん、美女飯って一番身近におる美女を無視してやり続けるっていうのも、探せば美女なんて多分山ほどいるんでしょうけどね。当初7人予定してたんで、うん、かなりの人数の人にお願いしてたんですよ。でもまあ DJ ソーダの取れ高が良かったんで、これ7人もちょっと重いなってなって、急遽の方向転換で、でも逆に次落とすの難しいなってなってね、絞りに絞った結果これなんですけど、視聴者の予想を超えるようなオチを、まあ、最近はできる限り意識してて、まあ、そこでこう賛否あるとかどっちでもよくて、俺は感情揺さぶった方が勝ちなんだなって思ってますね、まあ、こんなオチがあるんだって思わせたら。あ確かにこれは絶対予測できない、うん、勝ちみたいな。誰一人予測しへんと思う、全部そんな無理やけど、たまにハプニングでそうなる時もあるし、狙ってそうなる時もあるし、でもできる限り狙ってそれが埋めるような構成を常に意識していきたいなっていうふうに思ってますね。適度な量ちょっとずつあるっていうのが一番ベストやな。全ての量が少ないからこれいいんやな、うん、多すぎたら無理やもん、うん、一個のひじきとかも。そう、朝から食うの無理やん。何よりこの味噌汁がね一番好きで、俺は俺の実家で出てくる味噌汁をほぼ完璧に再現してくれてるんですよ。それがとにかくえぐくて、まあ、前さんも飲んだことあるやんこれ、まあ、俺もなんか作ってもらって、うん、いただきましたからね事務所の方でな。うん、めっちゃうまいって、もう一緒っすから、ね、うん、実家の味噌汁と。うますぎないなこれ、まさか東京で実家の味噌汁を飲めると思ってなかったもんな。あーうますぎるなこれ、最強の朝やこれ。この飯出てきたら最高やな。
もちろんね、毎日じゃないし、あの逆に俺は毎日毎日やったとして、逆に俺は多分しんどくなると思うね。たまにやるから俺は中でよくて、毎日やったらなんかありがたみも薄れていくし、お腹空いてた時も食べないといけないっていうこう義務感で食べるのもしんどいやん、うん、今ぐらいのペースがちょうどないな俺の中で。入るときと入らない時あるからな。まあそれはそうや、うん、朝飯って朝は特にそうやな、まあ、基本夜なんでね、腹減るのって。うまっ、うん、納豆えぐいな、うまい、マジ全部食べたもんな。うん、この画角には映ってないんですけどね、注目すべきポイントはこれですよ、うん、もう一個ありますかね、これ、うん、私の分も、はい、僕の分もわざわざ作っていただいているっていう。うん、取れました、うまかった、うん、シャインうまいね、やっぱ。あー食い切った、うん、これから俺も撮影があるんで事務所行って部屋飯してね、頑張りたいなと思います。というわけで、ビジョン飯、これにて終了です。ありがとうございました。軽く片付けていきますか、撮影に。片付けやるんや、うん、片付けというかもう普通にもう置くだけや、向こう置くだけ。ああ、その、うん、洗面台に、そう置いてささっと洗ってみたいな。洗わんな、さっと洗わん。あ、その水を張るだけってこと。水を張るだけでさっと洗わんな。なんでな、それなんでって光るやからじゃない。洗わんもいいし、人生でやらへんって決めてんのがやらへんそんな理由なんかないで、別にそれはなんかこう言ってくる人おるかもしれん、なんかそれ やらないとどうとか言ってるかもしれんけど俺はやらへんって決めたの、うん、人生で一度もやらん、俺は。いやよかった、流すだけです、僕は水をね